これも多分すごいファンならではの質問なんですけど、南條さんがその誕生日ライブで、はい、何でも券を楠田さんからいただいたが、これはどう使い終わりましたかっていうすごいマニアックな質問です。そう、なんか車で送ってくねとか、ご飯食べましょう券みたいな、こう一冊綴りっていう券をもらったんですけど、はい、なんかある時使おうと思って、でも一緒にいなかったから、はい、LINE でじゃあこの券使いたいって言ったら、会った時に渡してって言われて、うん、使えなかったんですよ、遠隔では何でも券じゃねえじゃんっていう、なかなか会う機会がなくって、うん、会った時券多分持ってないし、そうだよね、結局棚にしまってある全然使ってないんですけど、でも今年同じ何でも券を、はい、三森すず子ちゃんにプレゼントしたって聞いて、はい、なんか味を占めたなって思いましたけど、これやったらウケるって思ってるなって思って面白く見てました。